今日ですね、僕がいろいろな注意を促すマーク、これを調べてきたので、ちょっとね、発表したいと思います。例えばですね、これ何かわかりますかね、これはですね、頭上注意ですね、頭の上に硬いものがあったりして危ないよっていう時にね、ちょっとよく見るマークですね、はい。じゃあ次これ何ですかね、これはですね、転倒注意ですね、地面がぬかるんでたりしてね、これ危ないよっていう、これもよく見るマークですね、はい。じゃあこれを踏まえまして、これ何かわかりますかね、これですね、転倒している人注意ですね、転倒注意のマークも虚しくね、転んでしまった人に対してね、気をつけてくださいっていうね、二次災害の気が表したマークですね。これじゃあ次、これちょっと踏まえまして、これ何かわかりますかね、これはですね、転倒している人注意の看板注意ですね、注意を促しているものにも注意しなければいけないっていうね、これね、なかなか皮肉の効いたね、マークですね、これ次、これね、かなり難しい部位ですね、これが何か分かりますかね、これはですね、曲がり角で転校生徒注意ですね、これトストが飛んでいるんですね、ともすればね、可愛らしい女の子とぶつかってしまうかもしれない、いいことなのにね、注意しなければいけないっていうね、パターン化した展開のアンチテーゼとも取れるマークですね。でちょっと気をつけてほしいのが、この曲がり角で転校生とぶつかってしまった場合ですね、この転倒してしの看板注意にも気をつけなければいけません。それはなぜかというと、転校生と曲がり角でぶつかってしまった場合、十中八九ホームルームで再開するんですね。椅子がね、隣の椅子がね、空いているんですよ。これなかなかね、空いているんですね。なかなか惹かれ合う2人なんですけどもね、気がつくと思い浮かぶのはあの子の顔なんですね。だんだんあの子のことがね、気になるようになるんですね。ただそんな時、あの子が転校してしまうとね、親友から聞かされるんですね、でもね、なかなかね、気持ちの葛藤がつかなくて、転校当日、会いに行けないんですね、時間だけが刻々と過ぎていく。あいつ結局来てくれなかったな、もういいわ、お父さんの車乗りましょう、行きかけたその時、おい待てよ、あいつが来るんですね、もう遅いわよ、もう来てくれたの、うるせえ、黙ってそこで聞いてろ、俺お前のことがすぐ転倒してしの看板注意ですね、ここで気をつけなければいけないんですね、皆さんも曲がり角で転校生とぶつかってしまったら気をつけてみてください。以上、サミライでした。どうもありがとうございました。